アロハこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、来ましたね、ラビリンスダンジョンシーズン5開幕ということで、本日ですね1月31日15時よりラビリンスダンジョンがシーズン5突入ということで、英雄神器も変わり、新しいラビダンボスファイナルファンタジー3ですね出てきました。ってことで今日から開催されるラビリンスダンジョン FF3 装備召喚第1弾開催ということで来ました。オニオンちゃんとクラクモ姉さん、アルクーですねがピックアップされてて、新規のガチャを回していきたいと思います。はい、こちらねレポート出た時からもうすごい気になってしょうがなかったので、まあ、早速初日回していきたいかなと思います。強キャラがね結構入ってるので、ハッピーセレクション装備召喚、これはまあ飛ばしましょう。1日1回無料からまずは運試していきましょうか。個人的に狙ってるのはもうクラクモ姉さん、クラクモ姉さん新規とアルクーの新規、ここは回収していきたいかなと思っています。まあさすがに天井は狙わないんですけど、早期撤退できたらいいなと思います。ちょっとねガチャバレ見たんですけど、なんだろう、ウララのねドレレコがあるので、バレンタインガチャかあれ33連はなかなかちょっと悩んでるんですよね。まあその辺もちょっと考えていこうかなと思うんですけど、さあこれですね、実はオニオンちゃんスルーしたいんですよね個人的に。炎では多分使わないので、まあ、もう出る分にはいいんですけど、まあ、確実に回収したいのはクラカムの姉さんの D 角ですね。こちらは確実に獲得したい。あとアルクーのこちらもゲットしたい。ここがもう2トップですね、この2つ、プラスクラクモ姉さんのリミットブレイクチェーンですね。これはかなり欲しい。リミットブレイクチェーンかなり今後多分すごい活躍すると思うので欲しいですね。でアルクーのリミットブレイクチェーン、これもちょっと使いたいので欲しいです。まあこの4つは欲しいかなっていう感じですね。オニオンちゃんはまあおまけで出てくれたら嬉しいぐらいなので、正直狙ってはいないです個人的には。炎の魔法もまあ結構入ってるので、でアルクーは欲しい。この新奥義、これがこの中では優先順位的には次に来るかなっていう感じですね。でルーネスシンクロ持ってないんですね。でアルクーのリミットブレイクオーバーフロー、こちらもゲットできたらいいなっていう感じです。ルーネスさんもね細々と集まってきてるので、まあ、出たらいいんですが、でこれクラクモ姉さんこの覚醒、実は確かドリセルで僕取りました前回の、っていうかもう今回っていうんですかね、前回か一番近いところで、まさかここにラインナップ入ってるとちょっと思わなかったです。はい、ということで狙うは1番狙いクラクモ姉さんのデュアル覚醒、2番がアルクーのデュアル覚醒、で3番がリミットブレイククラクモ姉さん、4番目に狙っているのがアルクーのリミットチェーンですね、リミットブレイクチェーンで、5番目に狙っているのがアルクーの新奥義でリミットブレイクオーバーフロー、こちらですね4連タイプになっているので、まあ、まあゲットできたら一番こちらが欲しいやつの中では優先順位が低いかなという感じです。それではまずは97から行ってみたいと思います。さあ行きましょう、まあ、選べるリスト何もらえるのかちょっと見てみたいですね。さあ来い、まあまずは97はね、まずは97はこんな感じですが、はい来ました。まあ、100連ぐらいは行こうかなとちょっと個人的には思ってるんですけど、早期撤退はしたいですね。スタンプだと選べるのが100連でですね、 A の1 A のリストだけちょっと見ていいですか。いつもリスト先に見ないんですけど、大体結構もう取るまでやるんですけど、今回はちょっと悩んでるんでね。あールーネスのチェインね、これなんだろう、あー物理の方か、ちょっと選べるやつが欲しいのがないぞ、欲しいのがないぞ。まあ、エリアさんでも戦技だもんな、そうなると貴重なシリチェーンを取るか、リミットブレイクオーバーフローでもレフィアデッシュ、オニオン覚醒取る手もいいかなと思うんですけど、味方全体、ああなるほどね、なるほど選べる、これちょっと100連までにちょっと買いあれですね、欲しいものゲットしたいですね。ちょっとなかなか渋っちゃいましょう。まずジェムでいきましょう、まずは行きましょう、まずは11連目
11連目いきますよ。早期撤退できるかな。最近結構いい引きだったので、さすがにいいものは出ない、そんなにね思い描いたようなシナリオにはならないと思うんですよね。フェスってか年末年始が調子良かったので、まあドリスレも悪くなかったんですよね。なのでまあ追いガチャのドリスレはさすがにちょっと渋かったんですけど、闇ガチャはまあそれはしょうがないと思います。はい、欲を出したのがいけなかったの でここはね、もともとレポート出た時に3狙いで行くって決めてたので、多分配信中、ライブ配信でも多分言ってたと思うんですよね、レポート出た時に。まあクラクモ姉さんは確実に回収しておきたいので、ここで早期撤退したいですね。お願いします、クラクモ姉さん、よろしくどうぞ。闇のね D 角欲しいんですよ。さあ来い、来た。これは2個で欲しいですね。お、嬉しい。あ、やべ、そもそも画像見てねえや。おっと、くそ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ルーネスさんか、ちょっと待てよ、画像見てなかった、そもそも。おー、マジか。お、いきなりやってくる。ちょっと待てよ、ちょっと見てみましょう。クラクマ、ムチ、ムチと杖、ムチ杖ですね、ムチ杖、杖オニオン1個あるね、アルクーロンローブ、ムチ杖ですね、ムチ杖。もう一回回しましょう。一回ちょっと流れ変えるというか、僕のジンクスなんですけど、まあ、こういう当てにならないジンクスなんですけど、ミスリルで回すと流れ変わっていいのが出る。さあ来い、ドクターモグ、よろしくどうぞ。はっ、全然流れ変わりませんでした。さあスキップしていきましょう。さあ来い、来た。まずはムチ回収したいですね。ムチが出てくれればムチムチでお願いします。これは期待したい。これは多分期待してもいいと思います。あのオニオンちゃんのやつは赤、真ん中赤かったんで。さあ何でしょうか。クラクモのリミットブレイクチェーン、まずは1個欲しいの回収ですね。流れは変わってきました。じゃあちょっとジェム行きましょうか。さあ行きましょう。さあ行きましょうか。ルーネスさんが強化されるのはね、ちょっとまあまあまあ悪くはないんですけど、1個、まあ1個です、少し1個ずつ回収していきましょう。クラクモ姉さんのムチ、モグちゃんは来てくれてます、ありがとうございます。さあ来い、新規、さあ来い。で同じ回、同じ回。おっとクラクモに寄せてきてるからありとしましょう。寄せてきてるのでいいでしょう。じゃあもう一回いきましょうか。クラクモのムチですよ。で あとアルクーさんの杖ですね、これ欲しいところ。頼みますよアルクー姉さん。さあかましてくれアルクーさんね。結構集めてきた。おお、シルバーの中にミラボが2個、これ期待したいんですけど。さあスキップどうぞ。まあまあ来ますよね、まあ、ここは2個でお願いします。確実に2個来た、アルクー姉さん。うーん、違うの来た。いや、これオニオンっぽいんだよな。オニオンっぽいんだけど、気のせいですかね。ですよね。うわやばい、言ったやつ外してくるパターン。うわ、しかもあれじゃないですか、チリチェーンじゃないですか。そうなるとなんだそうなると選べるリストで欲しいやつがないぞ、もし100年いったことを考えると。ドストルなら貴重なチリチェーンにしようかなと思ってたんですけど。さあスキップいきましょう。かぶりなしでお願いします。さあモグちゃん出動お願いします。来た、ここでムチをまず取りたい。ムチをね、ムチ取るともう気持ち楽です。これはオニオンナイトのシンクロ、新奥義か。オニオンちゃんが揃ってくる、これちょっとフラグ回収じゃないですか。欲しいやつが出ない。やってしまったか。アルクーとクラクモ姉さんを外してくる。さあ来い、まあまだある、まあ、1個でもここでムチを、いや待ってよ、ムチとか言ってるから出ないんだね。おしおし、クラクモ姉さんお願いします。ムチ、あーこれはアルクーだね。まあ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 、まずは、はい、欲しいやつはとりあえず3番目と4番目の欲しいのはゲットできました。欲しいのが3番目と4番目をゲットできました。いや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 、1番目と2番目なんですよ欲しいの。1番目と2番目が出てくれたら早期撤退は
あったんですが、さすがにちょっとクラクモ姉さんゲットしないと終われないところはあるんですけどね。さあスキップ行きましょう。よし来た。クラクモ姉さんのムチムチムチでお願いします。クラクモ姉さんで、おいマジか、スタメンじゃないやつが被るのは痛い。くそやばいね、もう100連いくね。流れを変えよう。ここはミスリル、ミスリルの女神頼むぜ。いやー、クラクモ姉さんに結構あれですけどね、投資はしてるんですけどね、足りないか。2個きた。これで D 角2枚抜きだったらありなんですけどね。さあここちょっと緊張しますね。いやためらわずにスキップいこう。さあ来い。クラクモ姉さんと、まあムチムチ、うわ1個だ。クラクモ姉さん出た。そっちクラクモ姉さん見事に外してくるね。だけど寄せてきて、これはね通りすれて買ったのよ。うわかぶり。アルクーのチェイン、これちょっとアルクーじゃねえか、あの一番上まで行っちゃいましたね。オニオンちゃんだ。ちょっと待てよ、ジェムで行きましょう。おーまさか欲しいの出ないか、欲しいの出ないか、外してくるか、物販になるか、手持ち全部物販になりそうだなこれは。さあ来い、ドクターモグお願いしますって1個か、数出ないな、夢がない。頼むぜクラクモ姉さん、無知頼みます。さすがにお願いします、こんだけ外してくるんだから頼みます。無知来た、無知来た、無知。よし、欲しいのの1番目と3番目と4番目が出た。でアルクーの新奥義も出ないんだよね。まあここまで来たらもう1回回しましょう。さあいや結構か、ああこれか、先っちょ緑のやつか。うわ欲しいの見事に外してる、欲しくないの全部持って集めたぞ、いらないやつは全部集まったぞ、で欲しいのだけ残ってるぞ。あとこれもね、最後はミスリルで流れを変えたいですね。まあ、ここで数出てくれて気持ちよく終われたら、有終の美を飾れたらいいんですけど。はっはって2個来てるね。欲しいのだったらアルクーの新奥義とアルクーの D 角っすね。アルクーのちょっとね D 角の一つデメリットっつうか、あれもう1回放つなんですよね、2回じゃないんですよね。とは言ってもアルクーは欲しい。アルクーね、チェインか。まあアルクーはスタメンではあるのでいいんですけど、急遽スタメンになったんですよね。もう前回の福袋の時にアルクー一気に揃えたんで、せっかくだからね、ここ多分ずっとスタメンになると思うので、まあ、シリチェン出てくれたのはちょっと嬉しいですね。リミットブレイクチェイン。さあここ運命の分かれ道、さあ来い。アルクーの D 角、そしたら OK、 モグちゃんは来てくれた、お願いします。2個来た、嬉しい。やっちゃお前か。さあ来い。ここで先っちょがちょっと緑っぽい、淡い緑、お緑寄せてきたね、淡っぽい緑の D 角アルクー先輩、やきたーかー、きたきたぜ、きたこれきたこれ、イエイ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 。さあ来たぜ、ありがとうございます。まあ予定通り100連で、まあ、回収早期撤退はなかったという感じで、まあ、予算の100連で無事行きました。いや甘かったっすね。 A 子ちゃんのここで55連とかで取って、バレンタインのやつで33連引いて、あのなんだろう、 A 子ちゃんのトレレコゲットしてみたいな、 A 子モデルゲットして、ちょっとそれでもジェム余るかなみたいな、ちょっと浮かれてたんですけど、100連でしたね、予定通りの100連でした。でも D 角、まあ、回収できたので、まあ、新奥義に関してはアルクー先輩、まあ、リミットブレイクオーバーフローに関しても、まあ、正直あのシリーズで他のやつが持ってるので、まあ、属性でアルクーがね他の場所で一応現状スタメンではないから、まあいいかなと思ってるんですけど、よかった、まあ、ゲットしたのは、まあ、オニオンもね D 角ゲットできたので、まあ、これはオニオンもスタメンではあるので、まあ、しっかり使っていきたいと思います。でクラクモ姉さんデュアル覚醒ゲットできました。アルクーさんデュアル覚醒でゲットできました、ありがとうございます。で、まあ、リミットチェインもゲットできたのでこれも良かったです。で僕が欲しかった4つは
ゲットできたので、といってもオニオンちゃん欲しくなかったわけじゃないので嬉しいですね。新奥義もゲットできてるので、むしろ 炎で使えるって感じですよね。でアルクーちゃんの新奥義はこれはちょっとまあドレセレで回収できたらなと思ってます。でオニオンちゃんはこれでしょ。でルーネスさんのシンクロもゲットできたと。これなんか超連がすごいできちゃいましたね。はい。でアルクーのリミットブレイクオーバーフロー取れなかったのはまあオニオンのシンクロとあれですね、アルクーの新奥義とオニオンちゃんのシンクロとアルクーのリミットブレイクオーバーフローですね。でルーネスさんのリミットチェーンもゲットできて、まあ、これもまあ欲しかったといえば欲しかったので遊びの幅が広がったのかなと思います。なので選べる装備リスト A 見ていきましょう。未所持のやつをもう取ればいいかなと思うんですけど、これすごい悩むんですよね。リミットブレイクオーバーフローね、まあ、レフィアさんデッシュさんは多分スタメンに食い込むことは僕の中ではないと思うので、まあ、覚醒炎もねたくさん予備軍がいるのでこの中に僕属性で食い込むのはかなり厳しいんですよ。まあ、デッシュさんね雷ね弱体もできるっていう意味ではかなり魅力的ではあるんですけど、雷もこれでもいい覚醒ですよね。ゲージ1個貯める弱体する、僕プロンプト使うんですよ。しかもプロンプト D 角持ってるのでって考えると、まあ、エリアさんのねでも戦技ってドリセレで引くとこれを本当に取りたいっていうんだったら2個ゲットできるのでドリセレをでこれもし取るとしたら、そう考えると、まあ、スタメンでもある物理的にも使えるようになる、まあ、オニオンちゃんを取ろう、オニオンセットにしたいかなと思います。未所持だったのでねオニオンちゃんを取りたいと思います。言うてもオニオンちゃんは優秀なんでね、言うても僕もファイナルファンタジー14では赤魔同士推しではあるので、赤魔同士使っているので、ちょ3はねちょ原作やってないのであまり詳しくはわからないんですが、まあ、せっかくなので今見た撮ったキャラクターオニオンちゃんと見ていきたいかなと思います。そうですね、アルクー先輩、まあ、ルーネス先輩と、まあ、あとはクラクモ姉さん、あとオニオンパイセンですね、見ていきたいかなと思います。まあ、ここから雑談という感じになるんですが、ルーネスさんなんですが、はい、ルーネスさんシンクロ出てましたよね。これって新しいやつなのかな。もうレンドマックスですね、レンドマックスです。まあ、地味にこう見るとルーネスさんすごい揃ってるんですよね実は。なんでシリチェンも使える、まあ、結構揃ってますよね。シリチェンも被ってくれてたので、即発のシリチェンでしょ、即発シリチェンでシンクロレンドマックスで覚醒2個持ち、フルブレが確か1個ついてると思うんですよ。フルブレの覚醒、まあ、強いんですよね。でリミットブレイクオーバーフローが5連タイプオーバーフロー量を持ってる、まあ、実は強いというね、実は結構揃っているという、まあ、新奥義は持ってないけどっていう感じですが、なかなかまあ強いっちゃ強いんですよね。揃ってはいるんです。現状確か3だとスタメンで入れてた気がするんですよね、シリーズで。まあ、遊びの幅はかなり広がりました。でオニオンちゃんなんですが、はい、実は結構揃ってるんですよね。新奥義今炎で揃ってくれたので、これ水ですよね、水でずっと使ってたんですよ。でこう考えると炎魔法ですよね。でこっちが魔法ですよね、クワッドエレメント2、これが物理の、あ違うか、フルブレか、味方全体の攻撃力とアップするやつか。でこれがあれですよね、クリ率 100%、 あこれ今取ったやつですね。こっちが魔法ですよね、フルブレの方、あ魔力ショーとかか、物理も魔法もどっちもいけるっちゃいけるんですよね。シンクロは4つ未所持って感じですね。リミットブレイクオーバーフローも持ってて、こちらも4連タイプマテリアも悪くない。でシリチェン持ってますもんね、まあ、だいぶ揃いましたね。でクラクモ姉さんなんですけど、まあ、今ね覚醒これかぶりましたがドリセレで取ったんですけど、まあ、これ2回使えるようになってもいいかなっていうのはあるので、まあ、正直当たり枠かなという感じです。で欲しかった D 角、まあ、無事ゲットできました。はい。でなんだリミットブレイクチェーン、これも欲しかったので、まあ、これも被ってくれたんですけど、これ連動上げるとどうなるんだろう、あ必殺
技のダメージアップ後、まあ、これもありですね。闇ではかなりもう重要な僕の中のポジションなので、自身の待機時間を一旦短縮、これいいですね。いいと思います。ブラックモネーさんは引き続き揃えていきたいかなと思います。まだまだね全部揃ってないので残りを揃えていきたいかなと思います。でアルクー先輩最後ね優秀の美を飾ってくれました。これは嬉しかった。はい、無事 D 角とリミットブレイクチェーン、これはリミットブレイクチェーンすごい大事で、シリーズのやつは貴重なのでちょうどスタメンなのでね。で即発のチェーン持ってるのでこれかなりいいと思います個人的に。はい、でシンクロはもともと持ってる。で D 角で覚醒2個持ちなのでオーバーフロー着、これまだね未所持が結構いっぱいあるのでステアップと伸びしろがかなりあるキャラになっております。はい、引き続きアルクーも育てていきたいかなと思います。 DJ ソラーズメロージャム TV ファンタジーレコードキーパー、コンスタントにライブと投稿型動画、実況なしのバージョンの無音あのなんだろう動画も投稿版もやってるので、ゲーム実況ライブ配信合わせてどちらも見てくれると嬉しいです。でライブで基本的にイベントとか紹介してるので興味ある方は見てくれたら嬉しいです。気軽にコメントとかくれたりすればすごい嬉しいです。でチャンネル登録していただきますとモチベーションアップになりますので皆さんよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューバハロー。